バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイ、途中かわいいゲスト登場です。お久しぶりしなーん。こんばんは。バンバンコなんでバンバンコって言うんだろうね、うちのお父さんとかお母さんね。こうやってね、あの家族のネタ言うと、あの覚えてる、先々週七夕のさ七夕のお願い事にさ、うちのお母さん、しののばあちゃんが金金金って書くとかあの流れ星お願い事金金金って言うっていう話をしたらね、もうそうそうそう、大なんだっけ、あの大絶賛嘘よなんでそんなこと言ったの、ラジオでって言ってね母からクレームが来ました。本当ですか。本当です。ですがうちはね、あのいいところは嘘をつかない、ごまかさないというところですから、もう自分をさらけ出しますね。そうそうそう、おばあちゃんさらけ出されてますなので遠慮なく今夜も語っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。ではまず1曲目、シノの好きな曲でちょっとこの夏盛り上げちゃいましょうか。曲紹介お願いします。それではお聴きください、フリーダム。風を切って新しい道を行く、体ひとつ感じるままに進め、スタートなんて遠い昔さ、両手握り力強く走り抜く、ミラーに映る過去まで脱ぎ捨てて、右手を回しスピードを上げて、左手握り想いのままに、今に飛び込んでゆく、知らない街に待っている仲間と、前に広がる果てしない空、後ろに過ぎる時を忘れて、続いてゆく夢
改めて聞くとやっぱかっこいいねこの曲ね。かっこいいです、ね、あの昔のねあのロックナンバーをねこう取り入れたっていうねフューチャーしたっていう曲なんですけれども、うん、石井さんのギターかっこいいですよね。ライブの時にさあのギターをさバイクのなんていうのあのエンジン音みたいにさ演奏されるじゃん、うんうん、ガーンってやるじゃん、うん、あれすごいよね、うん、いつかしてみたいよね、うん、あんなさなんていうの大きなアンプからさにゃんにゃん気持ちいいだろうねバイクそんな可愛い音じゃないよね。あなんか猫が威嚇してるみたいな。あもうさあのラジオわからない、うん、まあそれがいいんでしょうけどね。まあそのなんていうのジェスチャーだったり声で表現するっていうのが面白いよね、うん、うんうん。そういえば今年は吹奏楽と合唱とコンクールありましたけど練習いかがでした？大変 でした。大変でした。すごいねなんかびっくりしてたよ。私は1年だったじゃんあのフルートを始めて1年しか経ってないのに、うん、洋服なと思って、うん、ピッコロも吹けるようになったしね音が出るようになりましたしね。うん、偉いですよ来年はもっと良くなってると思います。まあ何事もね始めるのが肝心だなと思います。だってさスタートしないとさあーこれ大変っていう思いもできないしやめたいとも思わないじゃん、わかる、うん、始めることをねこんなにも人ってためらうんだなっていうのがすごい感じるんですね。まあとにかく何が言いたいかと言いますとシノンの活動を応援してますんで頑張ってください。頑張ります。やってみたいと思ったことは全部してみてください。はい例えばどんなことしたいですか最近は。なんだろう。そうねだからそういう風にさやっぱりこう思いつかないのが普通なのよ。私はさその音楽に関してはちっちゃい時からあれしたいこれしたいって音楽のことだと何でも思いついてたわけ、うん、それをね34歳になってあ普通じゃなかったんだっていう感じだからもう音楽のそうそうしたいことがありすぎてどれを一番最初にすればいいのかみたいなことが。あ、なるほど。優先順位とか大事だけどね。うん、でもやったらいいよひとまず全部でやってみてあこれちょっと違ったなとかさ、うん、これあ楽しいから意外とやってみようとか、うん、だから私はこの趣味っていうのは何かわかんないけど手芸とかさ好きだったからミシン使ったり編み物あと手縫いで作る小物とかもさもういろいろしたよ。楽しいよね。石鹸縫うのは？石鹸縫うのはね、めんどくさいね最近おかげで早いけど、石鹸だけはちゃんとね、縫わないといけないと思って時間かかってたもんね、うん、でもね、もう最近子供たちの応援するの楽しいよね。コロナの影響を受けて家にいることが多いでしょ、うん、学校行事とかもさいつも参加できることは もちろん参加してたけどもう今まで以上に、例年以上に学校に行ってるじゃん、うん、楽しい。うん、なんか自分家の子みたいみんなあーかわいいみたいな。やっぱり、うん、いろんな友達とか同級生とかから、うん、お母さんたちが保護者の方たちが楽器運びだったりとかいろいろ手伝ってくださる時に、うんうん、私のお母さんだってわかるから、うんうん、やっぱりしーちゃんのお母さんは美人だマジで、うん、みんないい子だねやっぱり。そうだね、ありがとう。ありがとう。何その棒読み、ありがとうって。ありがとう。もうちょっと表現できないな。ありがとうみたいなさ。なんかミッキーみたいな、ありがとうって。はーいみたいな。今日なんか、あ、上手。もう一回やって。はは。はい、僕ミッキーって。僕、シノキー。新キャラ登場ですね。そう、でもいいよね。子供イベントとかしたよね、一緒にね。うん、もう、ようこままで、シノンは、しーちゃんで。歌のお姉さんしたくない。もうママ歌のお母さんだけどさ。だってさ「お母さんと一緒」って番組はさ大概歌のお姉さん若いじゃん、めっちゃ若い。20代じゃん、うん、お母さんと一緒ってことは本当はお母さんでもいいんじゃないかってちっちゃい時から思ってたので、今34歳になってもどっからどう見てももうお母さんじゃんママどう見てもお姉さんって厳しくない。でもまだあの金髪とか髪色を染められるから、そうね、まだはカラコンしたりで、うん、ちょっとキャピキャピはしてるね。お友達のお母さんが、うんうん、なんか金髪に染めたいけど、うんうん、もうこの年だからもう染めれないって言って、うんうん、絶対40代なんだけどな若いけどなっていうね。若いけどって言ってて、まだうちのママは自分で入れれるからなあ、まあそうね、その金髪をね、金髪を好んでやってますからね、うん、それこそね昔その朝から夜中までバイトしてた時、金髪ダメ、ネイルダメ、
とかね、よくあったの。しんどいね。しんどいよ。女性、やっぱほら女性、まあでもさ、今は金髪 OK、ネイル OK じゃないとなんかある意味仕事にならないからさ、そう、目立ってなんぼですみたいなところとかあるでしょ。まあ別に金髪じゃなくてもでかいから靴履けば目立つんだけど、でもさ、よく黒髪がいいとか言われてたけど、意外と金髪の方が好評なんだよね。金髪っていうか、これは何なんだろう、本当にこうシルバーだよね。好評ですね。なんか髪色って焦げるんだね。髪って焦げる。なんか友達が外でサッカーとかしたりとか、もう本当にサッカー少年で、その男の子が髪色が茶色くなってて、染めたのって言ったら茶色くなって、でしのもちょっとずつ茶色くなったねって言われる。髪長いからね。そうね、毛先がちょっと色変わってきてるもんね。だよだよ、私も中学生の時、しのよりもっと茶髪だった。あら、色素が使ったのよ。いやヤンキーがいます。ヤンキーじゃありません。まあでも今日あのサッカー部の男の子がさ、首の後ろからも頭全部濡らすように水かぶってたじゃん。ああ、青春だったね。あれは良かった。なんかね、いい意味でキュンってした。なんか男の子が素敵っていうキュンじゃなくて、これが青春だ、いいな。だってもう34歳のさ、男性の方、あのすいません、一方的な話で、まあ大体20代以降、学校の水道で水かぶりますかっていう話。いやいや、重大だろうね。それがあれなんですよね、あの肌が白いけど、肌が白い人で、だいぶこんがりね、そのめっちゃ、こんがりな人じゃないと、その青春っていうのが味わえないってことですよね。まあそれはちょっと、だってバスケ部でもさ、別にかぶると思うよ、水は。どっちかって言ったら、あの私のカレピのコウスケは4歳です。4歳とかは水飲み場の水出して濡らしてこらーって言われるのが青春でしょ。わかる。青春で、小学生になってくると、あ、プールで遊びたいなと思って、結局水飲み場でちょっと水遊んじゃってこらーって言われるのが、またこれも小学生で、中学生になると進んで、あっちいなーっつって首から水をかぶる。その中学生からが青春だと思うんですけど、その1、2、ね、小学生、幼稚園生はちょっとした思い出。そう、思い出思い出思い出。そうだね、やっぱさ、お母さんたちが、あら、あんた何してるのっていうのが、あのまだ思い出、思い出とか言ってくらいね。青い春なのに、なんで小学生プール入ってこらんって。いや、あのプールに入りたいなと思って、結局水遊びをし始めちゃう、水道上でね。青春なんですか、それ。青春ですね。だけど中高生のあの姿、もう水かぶってないとやってたねーぜ、よしサッカーしに行こうぜみたいな、あのあれがね、たまらなくかっこよかったね。かっこいいっていうのはね、あの恋愛対象じゃなくて、人として、おー青春だね、謳歌してるねみたいなね、熱い気持ちになりましたね。いつか私もしたいと思います。風邪ひくわ。では、ここでリクエストいただきました、ブルームーンという曲をお聴きください。触れるこの距離で心を満たしてと居場所探してた。触れることさえもできないんだね、もう二度と錆びついた記憶に漂う残りが取るに足らない、私の言葉ごと全部また抱きしめてよ。ドレミもっとそっと髪を撫でて微笑んで、これ以上同じ時を支えられないなら、今だけそばに
久々ですね、このブルームーンお聞きいただいてますが、シノン今一言なんて言った、どんな曲って言ったファーストシングルのアンフィニッシュとストーリーに収録してます。もうねライブでももう歌わない、そしてラジオでも流したことがないというね、久しぶりに聞きましただよね。ではいただいているお便りをお読みしたいと思います。ようこさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。あなたのカズさんがまたまたお便りしました。今回のリクエストはブルームーンをお願いします。この曲は今までにあまりラジオやライブで聴く機会がないので、どんな曲か忘れてしまいそうになります。もちろん聴くと思い出しますよ。シノンと一緒だね。はい、そうですね。もうカズさんも思い出してくださりありがとうございます。ではお読みしますね。確か MBC ラジオのスマイリーのライブアライブの動画で陽子さんが歌っているのを見ましたよ。この番組は2年前に終わってしまいましたが、私も陽子さんの生ライブを娘と一緒に見に行ったことがあります。生放送のラジオのスタジオに行ったのは生まれて初めてだったので、めちゃ緊張しましたが、本番前に拍手や掛け声の練習をしたりして、とても珍しくて楽しかったな。今ではいい思い出です。今年は照国神社の6月堂もイベントが中止で、恒例の陽子さんの歌もなくて残念でしたね。でもきっと来年は6月堂はもちろんあちこちで歌えるようになりますよ。その日を信じて今を有意義に過ごされることを祈っています。梅雨も明けてこれから暑さ本番ですが、陽子さんもスタッフの皆さんも体調に気をつけてお過ごしくださいね。ではまた。カズさんありがとうございます。ありがとうございます。本当なのよね、やっぱさ、こうスマイリーのライバーライブさんで歌ったことがきっかけで、あの時はねファーストシングルだから多分ね3年後ぐらい、初めてそのライバーライブっていうラジオで生放送の音楽番組なんですけれども、そこで歌う機会いただいて、3年後にはね1時間で特集を組んでもらいましたよ。それが多分フリーダムをリリースした時でしたね。誕生日の日で、いましたと思います。そうそう、シノも見に来てくれたよ。いました。で本当なのよっていうのはね、あの過去の映像を遡れば、あったねってなるのよ。だけどあの私の時間も進んでるからさ、音時間も進んでるから、あ、この曲はしなかったね、しなくなったね、みたいな。ぜひぜひ、まあ、寂しいことになります。そうそうそう、ぜひぜひ今後もリクエストお願いいたします。お願いします、はい。ね、もう来年はね、いろんなところで歌えることを夢見ながら、今年はですね8月1日鹿児島を代表するアイドル、日本一にもなったねアイドルがいらっしゃいまして、サザンクロスというねアイドルですけれども、一緒にねコンピレーションアルバムで鹿児島を盛り上げてもくれています。彼女たちの10周年記念ライブがなんと鹿児島アリーナ、今は西原商会アリーナという名前になっておりますが、そちらで開催されます。8月1日お昼間から夕方まで開催ですよ。陽子の出番は1時ですが、ぜひね早い時間から、もういろんなアイドルさんがね楽しくしてる中に、陽子さんが、そうです。でその8月1日から私はアイドルよ、母はアイドルになるのよ。母は母です。まあね、シンガーソングライターの、そうそう、あのシンガーソングライターでね、鹿児島から盛り上げてらっしゃる若松豪さんと宮井のりゆきさんという先輩方も一緒に出られますが、私以外の女性はみんなアイドルです。なので私も便乗してアイドルになるんで、ぜひ遊びに来てください。チケットもね お求めやすい価格なので、ぜひ詳細は YOKO 陽子鹿児島と検索していただきますとホームページ出てきますので、そちらでチェックしてくださいね。ではその告知と、次9月5日そのねシンガーソングライターでね、もう鹿児島アリーナをねいっぱいにしたというね素晴らしい経歴をお持ちの宮井のりゆきさんとツーマンライブをいたします。アコースティックなんですけれども、宮井さんはやむちゃさんというピアノの方と2人 で、私はイッシーさんのギターと北園真由美さんのピアノと3人で音時間発信します。あれ1曲ゲストで来るよね、シノン。お願いいたします。おー、よろしく。コーラスでどの曲歌ってくれるかはまだ未定ですけれどもね、このコンクールが終わった夏の後は必死に練習してもらいますわよ。いいかしら。よろしくお願いします。私よく本番の時歌詞適当に歌いますわよ。ついてこいよ、行こう。母ちゃんも覚えてください。ちょっと青春したかったのに、今あの夕日に向かって走るぞ、いいか、みたいな。一緒に
覚えましょう。はい。ではね、そんなこんなの私たちですが、10月10日は石井ジャムナイトというイベントもします。そこはね、バンドで多分またね、シノンが調子に乗ってくれて一緒に歌ってくれるはずなので、そちらもチェックしてください。今後ライブ情報を発信していきますんで、ヨーコのオフィシャルホームページ、公式ホームページですね、そちらやヨーコのオフィシャル YouTube YOKO 鹿児島で出てきますんで、チェックしてください。お願いします。いいですか、シノン。はい、はい、そして皆さん、チャンネル登録、そしていいね、ライクボタンも押してください。お願いします。お願いします。しーちゃん、人に物を頼むときはもっと元気発達だよ。お願いします。いいですね。ではこの夏も永田中学校音楽部はコンクールに頑張ってくれています。私もとても応援している夏なんですけれども、彼女たちと去年一緒に歌いましたキス&ハグ、お聴きください。切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ。このまま時間が止まればいいのに、僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は会は皆さんのリクエストやメッセージを大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛にお願いいたします。しーちゃん、今日はどうでしたか。話が楽しかったですね。ちょっともうちょっと青春っぽくいこうぜ。話事ない。楽しかったですみたいな。楽しかったです。はい、もう一回やり直します。はい、しーちゃん、今日はどうでしたか。楽しかったですね。よかったです。ミッキー風に。楽しかったですね。いいね。それネタだね。うん、いいと思うよ。あのさ、キティちゃんのモノマネできる。ママ大好きだけど。どんな声？私、キティみたいな。すいません、ここカットでお願いします。いや、でもさ、あの、歌の先生もしているヨーコですけれども、モノマネっていう感じはね、あの、自然と好きな人の歌はね、もうモノマネみたいになってるの。そこからいかに自分の声で自分の解釈でその曲を届けるかっていうのがカバー曲には大事だと私は思ってるんですけれども、それはともかくモノマネする人すごいよね。うん、まあしんちゃんのモノマネ頑張ってます。あ、そうなの。友達と一緒にやってみて。いや、まだできないので、また来週。あ、そうなんだね。あ、来週じゃよろしくお願いします。クレヨンしんちゃんのモノマネね。頑張ります。いやね、私もね、なんかできないかなと思っていろいろ練習してみたり、歌もね、こうわざと歌モノマネをできるようにこう、うん、歌マネじゃなくてね、歌のモノマネができるようにと思ってるんですけど、まあ難しいね。自分のね。そうそう、自分の何、そのお母さんみたいな、あんたはモノマネの練習はしなくていいから、うん、歌の練習しなさいみたいな。自分で自分で言ってるじゃないですか。そんな顔してたもん今。何その顔。いやね、親子って不思議ですよね。顔に書いてるもん。顔に書いてる言葉がわかる。まあそんなこんなですが、来週ももう夏休み入ってるんで、
ぜひバニラスカイお付き合いくださいね。しーちゃんへのリクエストも大募集しておりますので、ぜひメッセージください。では皆さんにとって今週もめちゃくちゃハッピーでありますように、陽子は今回も今日も祈っております。では一緒にバイバイハッピー。